はい、こんにちは、電車太陽です。まあ今日はですね、食べ食べゲームになんか新ロビーが追加されたってことで、まあ今日は食べ食べゲームをやっていきます。イエイ！まあプレイって書いてあります、ここは。きっとで、まあまた後で紹介します。まあこれはただの家でアスレチックになっています、ここは。で、ここら辺に来た人が看板で名前書いて、トロッコチェストが来るので、お知らせ、を見れます、ここで。トロッコチェストが来てたらお知らせってことなんですよ。新ロビーができましたって、できてますね、今回のお知らせは。で、キットを見ていきましょう。まあ、ダイヤモン、ダイヤキット、ブラックキット、レインボーキットです。まあ、早速やっていきますか。そしてまあ新マップもいっぱいできてます。じゃあまあこの前は1回しかやってなかったので違うマップで1回やります。まあ自分の大好きなオムライス対クッキーやりますか。ってことで、やっていきます。5連勝すると MVP です。まあ、自分はちょっと5連勝しちゃってんですが。で、今から始めます。あ、待ってください。自分の HP 少ないので一回落ちます。よし、じゃあいきますよ。全部で合わせて4機です。よーい、スタート！今回のマップはですね、思うんですが、めっちゃ遠くです。もう離れすぎてます。なのでもう近づいてやるしかないんですよ。ふっ、危な。MVP プラスの力を、あ、いや、MVP の力を、うまくチェストで隠れないでくださいよ、もう。ちょっとすみません。一回チェスト入れてください。マップ変えましょう。ちょっとこのマップはさすがに難しいです。OK です。入れたってことで。まあ、電車太陽チョコとリンゴジラチョコやってみますか。じゃあ、チョコ同士の戦いですよ。これはですね、リンゴジラさんの顔の方が有利なんですよ。広いんですよね。あそこにもうロビーの外見えちゃってますが、いいでしょう。ちょっとそれさ。やっぱリンゴジラさんの方が、あ、当てました。一発当てたのでラッキーですね。あ、ちょっと、自分も一発、二発も？え？やばいです、ちょっと。あー、スポンジ点変わってませんでした。シュー。いや、もう多分リュウさんはですね、弓がうまいと思うので。あー、当てましたか今の。え、逆に、あ、でも当てましたね、一回。あ、よしよし、4、あ、3対3ですよ、これで。3対 3？ はい。MVP にはならせませんよ。ちょっと待ってください。なに、うわ、これは一番ダサいミスをしてしまったようですね。自分あと2機です。当ててください。自分のや弓の力を。どこから撃ってんですか、これは。あ、いましたよ。よし、当てましたね。あれ、落としましたかね。あれ、あ、やばいです。そろそろ自分、これで勝てばきっと変えますよ。
よし。まあ買えるキットはブラックキットしか買えませんね。まあブラックキットといっても強いので。ほっ。あ、これはちょっと後ろ下がりつつ。今、あーちょっと、あと一機。ということで、1試合目はリュウさんの勝ちです。じゃあ、まあ、きっとリュウさん買えるものがあるんですよ。あ、いや、きっとっていうか、リュウさんがちょっと、面白いこと起こりますよ、リュウさん。あ、リュウさん MVP になりました。おめでとうございます。ここが MVP になった部屋です。おめでとうございます。じゃあ、多分戻ってくると思いますよ、そのうち。おめでとうございます。これ、100回勝てば、あ、いや、100回勝てば YT ランク、150回勝てば、YT プラスなので。150回とかめっちゃきついです。ってことで、きっと自分とリュウさんは買えるんですよね。リュウさんはレインボーキットと、ブラックキットが買えます。きっと買えません。あ、今から自分がちょっと用意するので。ちょっとこれ、はい、入らないでください、絶対に。あ、何キット欲しいですか？きっといりません。あ、きっといらない。それはいい勇気ありますね。まあ自分はブラックキットしか買えませんね。まあそりゃそうですよ。自分負けたのでさっき。さっき負けなければ結構強いキットが手に入ったんですが。まあしょうがないですね。ブラックキットでも。じゃあ戻して。あ。ちょっと。このキットは弱いと思いますが、よし、これで自分キット買いましたよ。よし、ってことで最後の試合キットを見せつけたいと思います。いや、このキットはですね、そんな自信はないです。まあ、リュウさんも買えるので、いつでも負けそうになったら買えちゃうので。よし、じゃあ次のマップ。チョコケーキ対ショートケーキです。まあ、自分はショートケーキの方行きます。チョコケーキ好きですわ、自分は。じゃあ、よーい、スタート。どこ、ブラックキット弱すぎません？ブラックキット弱すぎません？全部開いちゃう。あ、しゃがめばいいんだ。バレました、いい戦法。よし、さすが、キットの力がやばいです。よし、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ちょっと今のなじりってください。せっかくスポンジ点決めようとしたのに、もうスポンジ点決めませんよ。いいよ、よい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 よ、よし、オッケーで、あー、ちょっとちょっと、今のはなしってことで、リュウさんのスポンジ点を変えただけってことで。じゃあいきます。こっからが真剣勝負です。そっちはもう4期ですよ。4機対、あ、いや3機対4機ですか。あ、2機対4機。あ、危ない。あ、ちょっと。自分のキット、ちょっと、わっ。
ってください。やられました。まあいいでしょう。つわーやばいです。あ、いきなり、あ、同点になりましたね。あれ、よし、よし、当てました。落ちてませんか。お、よし、あと一機です、そっちも。よし、めっちゃいいじゃないですか、今日。これで勝てば、これで勝てば。これで勝てば自分 VIP ですよ、VIP。ここで勝たないと、VIP にはなれないんです。この動画でVIPになりたいです。よし、VIPです、これで。ってことで次の試合自分の勝ちです。さすがキットの力が最強です。何試合やるの。もう終わりです、この試合で。ってことで今回はですね、自分 VIP プラス、あ、いや、VIP になります。じゃあ、行ってきます、VIP の世界へ。さあ。ってことで、自分 VIP になりました。VIP になったってことで、これで、6コインですね。1、2、3、4、5、6。よし、コインがもらえたってことで。まあ、今日は、これぐらいで終わりにします。それでは、ボーイ、あ、待ってください。あ、OK です。ボーイ、ボーイ、あ